はい、どうもサップのブテッシュです。新海ポカモシバイの仲間っち、今回もやっていきましょう。今回はね、もうヤバいがね、ちょっと、助けが、本当に憎いので、もう、助けのせいで負けることが多くて。まあ、大概ね、このギガヤスにステルスロックを巻いてもらって、まあ、そんで2番組食べさせて、デバックスして退場してもらって、そこから戦っていこうという。まあ、そういう感じで。あ、ヤップリさんとマッチングしました。あ、金でいないのか。金でいないと何出してるかわかんないからな。でも、必要が基本的に刺さってる部分があるっていうんですか。サンダーとキューコン。まあ、どうせキューコンは初代出てきて、初手オールダペルめんどくさいな。まあでもギガヤスか。うん、ギガヤス出して、カプレヒでめんどくさい。で、ヒレってどうやって倒すのかって話なんだよね、このパーティーで。いや、まあフリージョで倒せるんだけど、フリージョが別に他のポケモンにそんな強くないっていうのが、というか、私らがでいいか。私らが行こう。ギガヤス、私らが、からのアーケオスで行くか。そうだね、アーケオスは、まあいいでしょ。うん、イバータイプ持ってるから、アーティを殴りに行けるし。ウーラオスをね、とにかくダブルウィングで倒したいっていうね。いや、まあ、タスキがあるから別に、タスキはステロイド潰せんか関係ないんだけどね。だから飛行物理ってさ、まともな技がないんだよね。ほんとダブルウィングぐらいしかない。それ以外空を飛ぶとか飛び跳ねるぐらいだから、空を飛ぶしてる間に積み技つまいで負けるってことがあるから。はい、対戦よろしくお願いします。カプレヒレか。初手カプレヒレはまあこだわりトリックとかやってきそうな感じするなするなでもどっちにしてもって感じだよな。あのさ、頑丈さえ残せておけば、あの2番からの大爆発で大抵のポケモンを一撃で持っていけるから、まあ、こだわりトリックされたとしても、別に残しとく価値はある。高校の尻尾だ、こいつ。高校の尻尾トリックだ。なら大丈夫。これ、どんぐらい食らうかな？半分食らう？半分食らわないか。ちょっとこれめんどくさいな。次、ドロポン当てられるとさすがに、って感じだから。ドロポンはさすがに耐えないもんな。うまいね。ちゃんと頑丈が発動しないように調整したね、これ。で、まあ、イバンノミか。イバンノミが発動したらちゃんと調整してきたから。相手はかなりうまいんだけど、これ。でもさすがにこの位置があるとな、攻撃を耐えれそうなポケモンはまだいるから。最高いキーのもったいないから私らから引く。どうせ水技ってくる次。すげえ次は水技を打ってくるはずだから。だよね。よしよしよし。波の板はワンチャン耐えた気もするけど。まあいいや。全然食らわねえ。まあそうだよ。絶対こいつ特殊に振ってないもん。特攻に。多分耐久型かなんかだから。これ高校の尻尾トリック決められるのはちょっとめんどくさい。まあいいか、ヤドリギ打つかとりあえず。とりあえずヤドリギを打たない選択肢はないから、こいつに。当たらなすぎ。ちょっと食べ残し奪えたら結構厄介だな。こだわりトリック。高校の尻尾が奪えるのはまだいいんだけど。あっちも当たらないか。まあ、あっちも当たらないよ、トントン。まあ、これ、ヤドリギが入ったんだけど。まあ、すぐに相手は引いてくると思うから、まあ、ここはヤドリギ連打でいいかな。これ、カプレヒレを切ってくることはないと思うんだよね、さすがに。そうだとヤドリギ連打するしかないんだけど、おっと突っ張ってきたな、相手。なんか狙いあるな、そんじゃ。もう切るつもり？私らが切ってくるつもりか、もう。なんとも言えんな、これは。ほんとになんとも言えない。ただ今ね、特攻が下がったのが地味にめんどくさいし、食べ残し奪えたせいで全然 HP が減らないのもかなりめんどくさい。めんどくせえ。むちゃくちゃめんどくせえ。あ、特攻下がってないよ、別に。気のせいか、今の。
それではギガドレイン打つか。自然の怒り、まあ自然の怒りは HP 半分だから、まあ、回復し続ければダメージ量っていうか残る HP を減らすことがかなり増やすことができるから。あー結構食らうね、意外と食らうな。耐久ぶりだと思ってたけどそんなことなかったか。食べ残しの HP 回復がほんと厄介。まあまあしょうがないしょうがない。トリックはね、相手から持ち物を押し付けられるのも嫌なんだけど、こっちの持ち物が奪えるのも結構厄介な時はかなり厄介。ね、ここはギガドレイン一択なんだよね正直。さすがにカプレヒネを、もうカプレヒネこんな感じだと切ってきそうだから、もうほんと一緒にカプレヒネを倒したい。あ、引っ込めてくる、今引っ込めてくるの。あ、でもこれはでかい、これはでかいよ。化けの皮剥がせるから、これで化けの皮を剥がしていく。いいねいいね。この1位だったらさ、ギガヤスでもいけそうだな。で、ビビックの攻撃を一回食らって、で、ギガヤスで殴ってって感じになるかな。え、でもここは普通に私らが倒すか。いけるでしょ。化けの皮が剥がれたらビビック対私らが対面だったら普通に勝てる。玉持ちとかだとちょっと火力が高いから厳しいか。あのね、私らが今回は特殊ぶりだから、一応対海洋がちょっと想定してるから、そのせいでね、ビビックの攻撃を耐えれるかは、いや、まあ、玉持ちでも一発ぐらい。でも今 HE もあったんじゃないからな、なるほどね。そういうことやってくる。そういうことやってくるんだ。剣の前持ちだと、ちょっと厳しいかな。剣の前持ちはちょっと厳しい。まあでもね、ヤロネギでだいぶ削れるから、まあここは守るかな、さすがに。いやでもそれ読んでもう一回剣の前積んできそうだな相手。じゃあギガドレインで少しでも削りながら回復をしておく。ああ、いや殴ってきたね。あ、外れた。ここの外れはでかいのかな、微妙だな。なんかあーでも意外と食らう。ウィーキーとこも高いけど意外と食らうな。これで HE が満タンになる。 HE 満タンなら次の前ジャレスクも一発くらい耐えそうだし、まあギガドレイン取っか普通に。耐えないでしょこれ。耐えなかった。耐えないんだこれ。あ、これ耐えないんだ、マジか。知らなかった、それは。それは普通に知らなかった。玉持ちね、微妙に削りきれてないな。あ、こいつにアケオスで上から殴っていくのが多分一番正解。まあストーンエッジかな。ストーンエッジだよな、ここは。当てないと、当てろよ。当てないと負けだからな、ほんと。あ、影打ち。まあ結構食らうけど、半分は食らうんです、さすがに。マジで最悪。え、そうだよ、お前。は？おい、アーケオスしっかりしろよ、お前。お前、HE 半分になったら、弱気の、特性弱気のせいで攻撃力半分になるんだから。なんで、なんで次の毎回積んだ影打ちがね、こんな食らってんねん、バカ。やばい、しかも、相手水流かよ。ちょっと待って。どうするべき、これ。これはどうするべきだ。いや、攻撃力半分とは言ってもダブルウィングで倒せるかな。倒せるかな。攻撃力半分になったダブルウィングでウラオス倒せるかな。これ耐えないかな。耐えないよな。この HP 的に、耐えないよね。あー、だるい。非常にだるい。普通に一撃裏押す乱国強だったら耐えてたな。倒せ、ダブルイング倒せ。頑張れ、もう。攻撃時140の1を見せろ。スカーフだし、相手。ああ。はい、対戦ありがとうございました。青人さんとマッチングしました。ホワイトキレムか。ホワイトキレムはね、弱技が去ってるから、かなりいいんじゃないか、今回のパーティー。
まあ、これギガイアスで、まあ、さらにギガイアス出して、ステロがかなり刺さってるから、今回のパーティーは。あ、相手は。ホワイトキレブとマンムーとガーリーか。あと、ヌケリーもそう。ヌケリーは厚底ブースが持ってるのかな。まあ、普通にこれギガイアスだけを出してつ、ミロカルスがいるならフリージュを出しておきたい。あれ、ミロカルスみたいなポケモンはね、ちゃんと対策できるようなポケモンがいると、もうなんか、詰むから。普通に。はい、よろしくお願いします。ペロリーブ。ペロリーブか、ペロリーブはな、ちょっとあれ。ネバネバネットやってきそうだけど、まあ、アーキオスに別に、アーキオスは別に、アーキオスもフリージュはもう、浮遊と飛行だから、ネバネバネットが効かないから関係ないかな。まあ、ステステロを巻いて、何やってくるかな、ペロリーブ。ペロリーブがやってくるかって、ネバネバネットしか思いつかない。なんで、ネバネバネットを使おうと思った時さ、アブリモンと一緒に候補にいたんだけど、まあ、素早さが低かったからやめたんだけど、引っ込めてきた。引っ込めてきたな、こいつ。ウィンディウィンディえこれ相当荒れる。あ、そうか、威嚇で攻撃力を下げに来たのか。でも、イヤタイプのギガイアスに対して、このポケモンを投げてくれってことは相当あれでしょ。もう、いないでしょ、相手。多分、相手も、多分、ミロカラスいないんじゃないか、ここにミロカラス出してこないってことは。まあ、ホワイトキレバー温存したいから、まあ、ギガイアスを出してきたって感じだと思うんだけど、多分。まあ、ここはストレッチで楽にしかないでしょう。オリービー。あー、これ攻撃力むっちゃ下がるな、これ。これ、ストレッチ出す大爆発で倒せるウィンディ。下がりすぎだな、これ。まあ、そうだよな。1段階ダウンの3分の 2×2 分の1だから、今6分の1か。あ、じゃ3分の1か。いやー、きつい。さすがにそれはきついよ。頑丈も潰されたから。よし、頑丈潰されたから、もう、ギガヤスいらない感じするんだよな。あー、朝の日差しね。回復技持ってんのね。いや、それだと正直もう大爆発する以外に特にやることがないんだよな。だって、これ、この感じさ、多分、戻して、攻撃自弱エラーを直したところで、多分、足りないから、もう大爆発するしかないんだよな。倒せないけど多分。しょうがない。これはもうしょうがない。どうしようもできない。だる。あ、でもね、朝の日差し枯らすべきだったから、普通に。あ、まあいいや、もう、大爆発。まあいいや、もう、時間がもったいないから、大爆発。これ大爆発して、ウィンディをある程度削って、全然削れ。こんな削れんもんか。まあそうか、そんな変わんないよな。で、そうか、あれやな。アーケオスだよな。なんかアーケオスがストレンチで。いや、落とせるでしょ。アーケオスのストレンチだったら。いけるよな。行ってくれよ、頼むから。マジで行ってくれよ。あー、終わったー。もう終わり。もう。あー。あ、でも、急所か。そうだ、ストレッチはさ、そうだか、今ちょっともう諦めかけてたけど、でもストレッチは急所に当たりやすいから、急所を引ければ火傷を無視できるから。ワンチャンあるのか。いや、言ってもな、12.5% だよ、確か。ステロダメージと、落とせ落とせ急所当てる落ちた。あ、そうなんか。いや、鬼火でもこのダメージなんだ。来た来た。水平アーキオス強え。
アーケオス強いぞ。エッチが半分になってたアーケオスはむちゃくちゃ強い。よっしゃ。よーし。え、これでもあんたペロリーメなんかどうとでもないでしょ。多分規定作成型だったんだろうけど。よーし、勝った。あぶねえ。いや、さすがにストレッジ外して鬼に当てられた時は負けたと思ったけど。なんとかな。出るこれ。え？え？何このダメージ？何このダメージ？嘘でしょ？何このダメージ？え？ダメージの引く。ちょっと待って、やばい。次。あー、次であれだ。弱気に入る。え？ん？今なんでペロリーブが生成した？なんでペロリーブが生成した今。よくわからん。なんで今ペロリーブが生成したんだ。え、なんで今ペロリーブが生成したの。マジでわかんないんだけど。あー、だるい。なんで今ペロリーブが生成した。あ、でもネバー大丈夫。フリージョンもネバーネットは無効だからいいんだけど。え、なんでだ。なんでペロリーブが生成してるんだこれ。弱気って素早さは半分になるんだっけ。あ、別にもうフリージョン絶対でどうにか仕留めるしかないからこいつは。絶対での当ててくれれば勝ち、当てなかったら負け。まあ正直ストレッチ意味ないんだけど。だからあーこれで、まあしょうがないしょうがない。当てろよ、絶対エーロ、マジで。絶対エーロ当てるんだぞ。で、アキオスってあの倒れ方するんだよ。すごい、クッパみたいな倒れ方してるよ。さてと。当てろ、当てろ、絶対エーロ、当てろ、当てろ、絶対エーロ。当てろ、当てろ、当てろ、当てろ。あくび。で、なんでペロリーブが生成してるんだ。あ、いたずら心か。当てたー。よーし。はい、大変ありがとうございました。いやー、なんかね、これいけそうだな、マスターボール級今度こそは。ちょっと、本当にマスターボール級今度こそ行くから、また動画撮るわ、このパーティーで。はい、というわけで今回はここまで。というわけで皆さん、また、この、